おお、センク、そのレコードっつうのは音を閉じ込めれるってことなのか。レコードの仕組みはアホほど簡単だ。ジーマーデッパイヤー。音で針を震わせてガッタガタに溝を掘る。逆にその溝をなぞって針をガタつかせりゃ、掘った通りに音が鳴る。ジーマーデッパイヤー。楽しい小学生の科学、サイフォンの原理だ。一応説明しとくぞ。まず管の中を水でいっぱいにして、そのまま水面より低い位置に持っていくと水が上がってきて流れ続ける。風呂でも簡単にできっから試してみるといいぞ。レコードプレイヤーは今まで使ったもんで結構簡単に作れんぞ。わたあめきのギアも使う。骨の針、レコードの再生側は楽なもんだ。だが録音側はそうはいかねえ。ガラス削るんだから家庭医師がいる。おう、コランダムとかダイヤモンドとかだよな。